令和2年かつて住処の森を焼かれたエルフたち神奈川に住んでいた。うわ、また使っていた通路が消えているだと。横浜駅の工事いつ終わるんだよ。完了前にエルフの寿命が来てしまうぞ。横浜のエルフ、横浜市在住のエルフ。開業当初より横浜駅を利用しているがいつも迷う。横浜、赤い靴履いてた女の子像のところにいないから探したぞ。遅れるなら LINE ぐらいしろや。川崎、川崎の人間、川崎市に住むごく普通の人間。好きな言葉は時短でも、都内への通勤時間は短くない。すまん、遅くなった。家系ラーメンおごるから許してくれ。人間には家系おごっときゃいいやと思ってる。くだめ、ほいめ、おめ。エルフは長命だからって人の時間を奪うことに鈍感なんだよ。待ってる間に寿命が尽きそうだわ。LINE の返信はしねえしよう。え、返信したじゃん、こないだ。お前の場合、こないだって年単位で前だろ。すまない。人間の寿命が儚いことは知ってるが、川崎の人間の寿命がそこまで短いとは知らなくて。もしかして、夕方には。いや、そこまで短くはないわ。横浜港にこいつを沈めて、京急線で早く帰ろう。ぷかり桟橋からでいっか。さら。いら。ほんで横浜に何を買いに来たのよ。英語の本だ。エルフって英語読めんの？エルフ語と日本語を習得してるが、英語も覚えたいのだ。以前突然横浜村にペリーが来た時は慌てたからな。1853年、現在の横浜市の沖合に黒船を率いて現れた。で、本のタイトルは？幽林堂、神奈川の本屋チェーン。神奈川県民は全員お世話になる横浜駅から直結の本屋。あ、そうだな、紙にメモってきたんだ。英米対話証券ってやつが欲しいんだ。へえ、難しそう。すごいじゃん。俺も探したるわ。作者は？作者は確かジョン万次郎。ゴールドラッシュ流行ってるよな。日米和親条約の締結に尽力した日本人。著書英米対話証券は幕末のベストセラー。証券とは近道の意味である。それ多分めっちゃ古いやつだから英米対話、ここにはないわ。ごめんな。え、そうなのか。なんか紐で閉じてる。わなやつでしょそれ。ないのか。じゃあエルフの買い物に付き合ってる間に本当に寿命が尽きそうな気がしてきた。語学書の棚見て良さげなのをパパッと選ぼうぜ。あー、語学書コーナーは横浜駅の本屋。語学書コーナーなくない？本当だ。耳刺さる。確かに見当たらんな。いやでも語学書取り扱いなしとかないでしょ。川崎の人間って横浜にほぼ来ねえから分からんわ。地元で十分だし。仕方あるまい。横浜駅含めこの周辺は毎日工事で地形が変わるダンジョンだ。エルフの私でさえ攻略できない。こういう時は尋ねればよい。横浜駅の妖精たちよ、私を語学書コーナーへ導きたまえ。店員に聞けだって。あ、おー、そうなんだ。今どこに問い合わせた？川崎、あれが生贄屋店だ。指輪を火山に捨てに行くような旅路だったな。ゴミを不法投棄するな。物の例えだ。というかこれは慣用句だ。指輪を火山に捨てに行く、大変労力を要する事柄に挑戦すること、誘惑に負けないこと。 Only rich thing we bold honey。 言ってることは分かんねえけど、バカにされてんのは分かる。そんなことも知らんのかって言ったのだ。エルフの慣用句を常識にするな。知らんわ。早く決めて、なんか飲みに行こうぜ。喉乾いた。どれがいいか分からんな。川崎はどっちがいいと思う？人間ってたった十数年で英語を習得するんだろ。すごいよな。私に教えてくれよ。お前、川崎の人間が英語なんて分かるわけないだろ。あの川崎だぞ。え、そうなのか。じゃあ横浜は？横浜の人間はそれもうペラペラよ。無事に本を買った。なあ、エルフってみんなこんな感じなの？気が長くてすっとぼけ。こんな感じ。小田原のエルフは小田原って感じで、相模原のエルフは相模原って感じだし、 あと茅ヶ崎のエルフは湘南の風に吹かれてパーリーエルフって感じだな。神奈川にめっちゃエルフ住んでるじゃん。神奈川も住みやすくていいとこだからな。俺はずっと神奈川の川崎住みだけど、エルフと会ったのは横浜が初めてだよ。あー、川崎だけはエルフは住めないからな。空気が悪くてエルフ的に。人間とゴブリンとかは住みやすいよな。やはりベイブリッジから越
いつを海へ放とう。川崎の人間はそう思った。俺もエルフ文化を知ろうと思ってエルフの本買ったのにな。ちなみに妖精さんの横浜ダンジョン攻略講座、横浜駅直結の幽霊堂は西口ジョイナス店、西口コミック王国、西口エキニア店と3店舗あるよ。語学書コーナーがあるのは西口エキニア店。横浜ダンジョン初心者は2人のように西口ジョイナス店にたどり着いてしまうので要注意だ。